皆さん元気ですか？元気です。スプーンフルでツアーに、本当なら行くとこでした。今は新曲作ったり新しい曲作ったりしてます。またバンドでボカーンとやって、ツアーに出たいもんです。みんな元気でいてくださいよ。また会いましょう。次は小鉄の番です。小鉄です。皆さん元気ですか？こちらも元気です。今はみんなと一緒にライブで盛り上がれませんが、そのうち必ずライブで盛り上がる日が来ます。それまでもう少し我慢しましょう。その時まで元気に自粛してください。でも音楽は自粛しないように。あかねちゃんよろしく。お久しぶりです。ドラムのあかねです。本日よりピースフルスプーンフルツアー2020始まる予定でしたが延期となりました。行きたかった場所、会いたかった人たち、大事なイベントたくさんあったのですごく残念です。またライブで皆様に会えることを楽しみに、それまで頑張りたいと思います。皆様もどうか元気で、必ずまた会いましょう。それではオンベース高橋ジュニアさんです。どうぞ。皆さんこんにちは。ベースの高橋ジュニアです。今回はツアーゴールデンウィークツアーザ・スプーンフル、誠に残念でございましたが、しょうがない、辛抱して次に会える時を心底を楽しみにしております。次に会った時は多分大爆発がロックンロールショーになると思います。その時まで本当にみんな元気で次に会えるのを楽しみにしてます。ザ・スプーンフルよろしくね。ピース。じゃあね、元気でね。しんちゃん元気かな？こてつも元気かな？あかねにも会いたいな。みんなどうしてるのかな？新曲いっぱい作ろう。